久保さん、今回、サトにしましょうか。サト。あの、K1 の時、K1 ですかねえ、見てましたね。サトさんの言葉。反逆のカリスマとよく言われますが、実際は昔から俺の人を話をよく、実際は昔から俺は人の話をよく聞く素直な子でした。話を聞いて、とりあえずやってみて。それから自分に合うかどうか判断する。 これができる選手は強くなります反対に誰のアドバイスも聞かない自分勝手な選手というのはいつまでたっても自分の弱点が分からず終始もできないのでバランスのいいファイターになれませんと <laughs> そう、まあ、久保さんもねいろいろ教えてると思うんですけど素直じゃないですよねやらないんですよね <laughs> やればいいのになと思うんですけどね素直に聞いて分かんないんだったら 分かんないんだったら聞けばいいし分かんなかったら調べればいいし調べて分かんなかったら聞けばいいし探せばいいしやればいいしま久保さんもねネットビジネスで1億稼げた理由も素直にやっただけじゃないですかまあ本質的なところはねまあ他の要素はもちろんあるんだけども基本はんじゃそれが素直じゃなくて例えばどうせ若いやつだけだよと俺なんかもう40やし パソコンも使ったことないし、俺が稼げるわけねえじゃねえかと。何が年齢関係ありませんだよ。それは売る,売るための販売文句だろうと。俺はもう40でマージャン店しかやってこなかったんだよ。お前らそれ販売するために年齢なんか関係ねえとか言ってるけど、俺マージャンしかやったことねえんだよと。稼げるわけねえじゃんってなったら <laughs>、そもそもネットビジネスやってないですよね。<laughs> どうすか <laughs>。でも大抵の人そんな感じじゃないですか。一部の人だよ、みたいな。 俺はどうせみたいな話なんで素直にやんないですよね僕はねカーネル・サンダーズも好きなんですけどカーネル・サンダーズなんか60何歩から起業して全米車中泊で回って成功を収めましたけどすげえなと思いますけどねカーネル・サンダースマジで僕すごいなと思うんですよねカーネル・サンダース成功そう,そう65か 65歳で起業したっていうね。65歳から人生を大逆転、カーネル・サンダーズ。やばいですよね。<laughs> カーネル・サンダーズ、マジ、おに業ですよね。65から、すごないですかカーネルもリスペクトしてますけどね。だって今だし、ケンタッキーフライドチキンなんか、知らない人いなくないですか マジすすごいですよねクリスマスケンタッキーや CM いっぱいありますけど、もう本当すごいと思いますねうん。まあ素直にやれってことですね。いってらっしゃい